に起きるって感じです。でも大体なんかあれです、コロさんの生活に合わせた生活をしているので、夜寝る時間もコロさんと一緒だし、朝起きる時間もコロさんと一緒って感じですね。江頭さんはあんまりイメージないですね。でも面白い人だと思います。 WBC やっぱ活躍してる人ってすごいかっこいいですよね。頑張ってる人。大谷翔平さんがあれですよね、多分日本に戻ってくるって言ってたんですけど、本当なんですかね。阪神タイガース、ツイッターだから分かんないので、分かんないですね。ぜひ分かる方いたら教えてください。マイク泣きすぎて、あのマイクのあの喋りだけはやばすぎて、あそこでめっちゃアンチが湧くんですよね。あのお母さん、仲間のお母さんですらアンチなんで、さすがにやばいなと思って、味方であるはずの母が一番のアンチ、あれやばいよマジ最悪ってめっちゃ真顔で言われるから、あれだけは直したいんですよね。コロさんと付き合ってます？結婚させていただきました。試合頑張ってよ。頑張ります。072、パク選手はフィジカル強かったです。フィジカル強かったですね。もう1ラウンド目のバックついちゃった時に足の力使いすぎてパンパンになっちゃったのがすごい反省ですね。今はさすが大谷選手ですね。いつも大活躍。チョコアンパンとロイの日給はどっち？日給はナッツが一番可愛いけど、ナッツいないのでちょっと見せれないですけど、マジでナッツのこの手全部ピンク、めっちゃ可愛いし、足短すぎて可愛い。今二人で走り回ってます。4月29日、そうなんだ、全然知らなかったです。もう最近は花粉がひどすぎて呼吸がすごい苦しいです。なんか花粉症に効く薬とかありますかね。今なんだっけな、アレグリア、なんかそれ使ってるんですけど全然効かないんですよね。大変です。夜勤から帰ってくるの待ってたら練習に全然響かないですね。逆にあのお昼寝とかめっちゃしてるんで全然問題ないです。泣かないように頑張って。パク選手の試合失神、多分あれですよね、こう手上にしてたから失神してるみたいに見えたのかなと思うんですけど、こうバーって来た時にもうグローブが倒れた時に外れちゃって、一生懸命こうやって審判に見せてたら踏みつけきて、あ痛いって思ってたんで、多分意識はあったのかなと。ちゃんと痛かったんで、多分失神すると記憶ないから多分あるのかなと思いますけど、痛かったですね。ありがとうございます。入場もっとかっこよくできるように頑張ります。ありがとうございます。試合おめでとうございました。ニンニクと生姜、ああそうなんだ、そういう感じか。お尻に注射、マジ本当に。まあ横田さんはまあしょうがないですよ。練習からあんな感じだったので、ああやっぱりねみたいな、あの心の中で半信半疑、あのなんだかんだ言いながらやってくれるんじゃないかなっていう気持ちと、練習からなんだから絶対無理だろうって気持ちが2つあったので、あ、そっちかって思いましたね。体力切れすぎて、あーってなりました。ありがとうございます。もう頑張ってるんですけど、マイクでは見せない方がいい。反省してます。打撃はもう、
誰とやっても怖いですね。パンチやっぱり痛いから。すごい怖いです。純太郎さん、すごい強くなってました、やっぱり。こちらこそ練習お願いします。横田さんは負けてしまいました。しょうがないですね。ぬるま子さん、写真撮ってもらいました。で、会場の中で話しかけたら、そこがちょうど誰かの動画で、映っちゃってて、超恥ずかしかった。鼻の周りに、あ、ここら辺に。花粉が止まるんですかね、そこで。お祝いしてこよう、今度。今日って、もうすぐ終わり？リク誕生日おめでとう。自分で言うスタイル。おめでとう。ありがとうございます。こちらこそ、嬉しいです。まだまだもっと頑張ります。井上選手とアーチュレッター選手の試合あんまり見てないんですよね。わかんないんですけど、でも自分は井上直樹選手応援してますね。すごいファイトスタイルがすごい好きなので、すごい応援してます。ありがとうございます。結構ディープとかジュエルスの試合は会場にいること多いので、ぜひ声かけてください。横田さん、練習中もすごい言い訳するから、追い込もうとしても追い込めないんですよね。逆切れしてくる。純太郎さんに勝ってほしいですね。正直、雷神で一番イケメン。誰ですかね？その目線で見てないからわかんないけど。でも、Kクランの、まだこれからデビューするんですけど、木村理央くん、めっちゃイケメンなので楽しみにしておいてください。めっちゃ強い打撃のストライカーなんですけど、ナッツが今来ました。見てください。うちのナッツで。日記を見てください。かわいい。見てください、ナッツ。足短いんですよ。これしかしない。かわいい。かわいいね、君は。そうですね、別にブレイキングダウン、でもそうですね、人によりますね。なんかブレイキングダウンの中だけでやってる分にはいいんかなと思うんですけど、いろんな人が輝ける舞台があっていいのかなと思います。本当ですか？確認してみます。スポンサー多分あれかな、見れない方に入っちゃってるのかもしれないので、一回見てみます。すいません。それはレアですね。雷神チャンピオンになる。意外と期間が短かったので、少ないかなと思います。斉藤選手、自分勝敗予想苦手なんですよね。大体外しちゃうけど、自分は斉藤選手に勝ってほしいですね。盆栽柔術。やっぱすごいですね。柔術とかちゃんとやってる、やっぱ何事もそうなんですけど、しっかり極めてる人は本当にすごいと思います。ロイ君起きてますよ今。夏と二人でイチャしてます。日給そうなんですよ。ピンクも真っピンクで可愛いんですよね。ありがとうございます。大晦日インタビューの後、隣の人ならないといけない。嬉しいですね。それは自分も人の心を動かせるような選手になりたいです。格闘技やっぱ奥深いところが好きですね。どん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 、まあ何事もそうですけどね、自分はそれがたまたま格闘技だっただけで、まあ日々研究で新しい技術もできて、で自分が成長していくので、それが自分は格闘技だったって感じですね。そうですね、やっぱ最終的には世界行きたいですね。一つはありがとう。大好き、頑張れ。頑張ってください。電話出ますか？電話は出ないですね、基本的に。ありがとうございます。浩二選手と明日選手は、まあでも、あれですね、試合結果よりも、
試合前が面白いので、面白い試合で盛り上がれば成功なのかなと思いますね。子供は2人か3人がいいですね。澤選手、次頑張ります。チケットも受け付けてるので、来週までに連絡お願いします。大晦日見に行って、すいません。ぜひお会いしたとき、サイン書かせていただきます。足換基本的なやつはできるんですけど、そんなに、難しいやつはやんないですね。あんまり自分、難しい技がそんなに好きじゃないので、単純な技の組み合わせでやっていくって感じです。ありがとうございます。あるのかな？なんか、ペコリぐらいだと思いますね。ツイッターで。そうなの。ありがとうございます。こちらこそ。めっちゃ嬉しいです。そんな。なんか誰かの力になれてるって思うとすごい頑張ろうってやる気が出ますね。柔術の試合。多分、なんか柔術の試合って動き作るの難しいから、めっちゃ苦手そうな気がしますね。柔術。ブレイキングダウン。いや、そんなことないと。打撃だとやっぱあのグローブだし、女子だとあんま決まんないですよね。自分、子供は格闘技やらせたくないんですよ。だって、痛そうじゃないですか、めっちゃ。子供が、自分の子供が殴られてんの見たらもう正気じゃいられないと。香水とか使ってないですね。柔軟剤だけで乗り切っていくタイプです。もう1時間も話してますね、自分。やばいですね。1時間一人で携帯に向かって喋り続けるって。トラッシュトークは、トラッシュトークか。別に決めてないんですけど、そんなにする場面もないですね。総合で一番有利。バックボーンはでも組系の方が体は強いとは思うんですけど、結局総合ってなんか何でもあるんで、バックボーンっていうより始めてからどう向き合うかかなって思いますね、大事なの。ありがとうございます。もうたくさん応援してくださって本当に嬉しく思ってます。今日はここら辺で終わりになると思うんですけど、最後まで見てくださった皆さん、ぜひロードモバイルのダウンロードとギルド加入が1個目のお願いと、あとチケットの受付が来週までなので、それまでに DM してくださること、あと一番大事なのが25日にディープでフーガの試合があるので、ぜひ応援よろしくお願いします。じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。最初から見てくださった人も途中から見てくださった人もありがとうございました。またぜひ機会があればやろうと思うので、その時に会いましょう。さよなら。ありがとうございました。バイバイ。